皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です。今日はですね、アナトリアが生んだ謎の古代民族ヒッタイトについて語っていきたいと思います。というのも、前回はヒクソスについての動画を投稿しましたけど、まあ、その中のコメントでヒッタイトみたいなのがあって、まあ、確かにね、ヒクソスとヒッタイトって私も高校1年生の時に混乱したなっていうのを思い出したんですね。時代的にも被ってるし、もう同じ日から始まるしね。まあ何よりまだ世界史初心者で、カタカナ体制がない時にこの手の用語が出てくると、もう一気に混乱してしまうと。ということで、今回はそんな私みたいな被害者を出さないためにもですね、ヒクソスからの火つながりってこともあって、ヒッタイトを見ていきたいと思います。ヒッタイトっていうとね、古代オリエント世界に多大なる影響を与えていたり、その割には滅亡後は長い間忘れ去られてしまって、で時間が経ってから突如として再発見されたなんてドラマチックな経緯もあるんで、まあ、ぜひ今回それらも紹介していけたらなと思ってます。ということで早速いきましょう。まずヒッタイトって何者なのかっていうのを簡単に説明すると、ヒッタイトは紀元前17世紀から紀元前12世紀頃まで、現在のトルコ中央部を中心に栄えた古代文明です。ヒッタイト人っていう民族については謎が多いんですけど、紀元前2000年期におそらくカフカス山脈付近からアナトリア高原に移住した人たちと考えられてます。そんなヒッタイト人たちの王国がヒッタイト王国なわけですが、エジプトやメソポタミアと並ぶ大国として古代オリエント世界で重要な役割を果たしてますね。ヒッタイトが登場した頃の世界情勢を見てみると、エジプトではちょうど中央国時代が終わって、でヒクソス王朝が支配を始めた頃、まあ、前回の動画と同じ時期ですね。であとはメソポタミアではバビロン第一王朝が最盛期を迎えていた時ですね。まあ、メソポタミアの話を細かく知りたい方は、メソポタミアシリーズの動画を見てみてください。でそんな中、アナトリア高原に住んでいたインドヨーロッパ系の人々が徐々に力をつけていったんですよ。ヒッタイトの特徴として面白いのが彼らの国際性です。当時のアナトリア地方には様々な民族が入り混じっていて、でヒッタイトはそれらをうまくまとめ上げていたんですよ。まあ、つまりヒッタイト王国自体は多民族国家みたいなもんなんですね。でヒッタイト王国の創始者ってされるのがハットシリ1世です。彼は紀元前1650年頃に即位して、で周辺地域の征服を始めます。で彼は征服した地域の文化や宗教を尊重してたんですよね。でこれが後のヒッタイト王国の多様性につながっていくんですね。まあ、なんか前回のヒクソスの動画とデジャブっぽいですけどね、まあ、彼らも同じように多文化に寛容であったと。まあ、でも文化の中心なのはそれでも当然ヒッタイト人の中で信仰されているヒッタイト神話ですが、まあ、ちょっとどういう内容かまではあんま分かりませんが、古代あるあるの自然中心の多神教っぽいですね。でそんで国王はというと、神々太陽神と嵐の神は王である私に土地と家庭を託したと言っていて、まあ、だからヒッタイトの王は王権神事説を前提に政治をしてたみたいなんですね。王は神々の代理人として統治するっていう考え方ですね。ヒッタイト国の最盛期はスッピルリウマ1世の時代です。彼は紀元前1344年から1322年まで統治して、で帝国の領土を大きく拡大します。でこれによってヒッタイトはエジプトやアッシリアと肩を並べる大国になったんですね。でそして驚くべきことに、ヒッタイトは世界初の国際条約を結んだことでも知られてます。エジプトのラムセス2世と戦争をして、でその後に結ばれたカデシュの和訳がそうですね。この和訳が結ばれたのは紀元前1269年のことで、現存する最古の平和条約なんですね。もう最古の平和条約ってもうなんかロマンがありますよね。この条約には相互不可侵や犯罪人引き渡しなど現代の国際条約にも通じる内容が含まれてたみたいです。3000年以上前なのに現代にも通じるような先進的な内容ですよね。続いてヒッタイトの技術と文化を深掘りして見ていきたいと思います。ヒッタイトが与えた歴史的影響は計り知れないんですが、まあ、その中でも特に重要なのが鉄器の製造技術です。ヒッタイトといえば鉄器、鉄器といえばヒッタイトですからね。もう私ぐらいになるとヒッタイトなんてね、鉄で誰かを引っ叩いてる姿しか想像できないですから。もうヒッタイトは鉄の精錬と加工技術を発展させて、でそれが周辺地域に広まったことで青銅器時代から鉄器時代への移行が促進されたと言われてます。まあ、つまり人類の技術革新に大きく貢献したわけですよ。ヒッタイトは鉄の技術を国家機密として厳重に管理していたことで、鉄器は軍事的にも経済的にもまあ重要だったんで、技術の流出を防ごうとしてたんですね。まあ、ここら辺の情報リテラシーもさすがですよね、ヒッタイト。
ヒッタイトの文字文化も興味深くて、彼らは主にくさび型文字を使ってたんですが、まあ、なんと同時にエジプト同様にヒエログリフも使用していたんですよ。まあ、でもおそらくくさび型文字のがメジャーだったんですかね。遺跡で見つかる粘土板文書は大量に発見されてるんですけど、まあ、ほぼくさび型文字で書かれてて、でこれによってヒッタイトの歴史や文化もある程度解明されてきてます。まあ、例えばヒッタイトの法律には、もし誰かが鉢を盗んだら罰金として6シェケルの銀を支払わねばならないっていうものがあります。6シェケルってだいたい銀 70g ぐらい、まあ、今の日本円だと1万円ちょいぐらいですけど、まあ、当時の基準だとどれくらいなんでしょうかねまあ結構高そうな金はしますが、まあ、それだけ当時蜂蜜が貴重だったってことでしょうけどね。まあ、他にも、もし奴隷が逃げ出したら捕まえた人に報酬を与えるとか、まあ、もし誰かが他人の畑に羊を放したら罰金を支払わなければならないとか、当時のヒッタイト人が抱えていた社会問題が垣間見えて面白いですね。しかしオリエントで大国となったヒッタイトも紀元前1200年頃に突如として滅亡します。海の民の侵入や気候変動が原因だと言われてますけど、まあ、詳しいことはまだよく分かってません。もうロマンの塊の海の民ね、もうこちらもまた謎に包まれているやつですが、地中海地域を荒らし回ったもう謎の民族集団で、エジプトの記録にも登場しますね。彼らの正体については様々な説があって、まあ、決定的な証拠はまだ見つかってないと思いますが、まあ、もし私の認識が古かったら誰かコメント欄でアップデートしてください。で、気候変動説もまあ興味深いですよね。紀元前1200年頃、地中海地域で大規模な干ばつが起きたっていう証拠が見つかっていて、で、これによって農業生産が落ち込んで社会が不安定になってしまったっていう説ですね。まあ、いずれにしてもヒッタイトの文明が滅んだ後、なんとその後長い間、ヒッタイトの存在自体が忘れ去られてしまうんですよ。エジプトやメソポタミアの文明はもうその後も断片的に記憶され続けましたけど、ヒタイトはすっかり忘れ去られてしまうんですね。なんでですかねあんなに鉄器とかアナトリアの大国とか、今思えば存在感強い国なんですけど、じゃあいつ頃ヒタイトが再発見されたのかっていうと、これはなんと19世紀後半、まあ、だからダイバートのことですよね。考古学者たちがアナトリア高原で奇妙な遺跡を発見したことから、ようやくその彼らの存在が復活しだします。そして20世紀に入ってから、チェコの言語学者ベドリヒ・フロズニーがヒッタイト語の解読に成功して、これによってヒッタイトの実像が明らかになっていったんですね。フロズニーは第一次世界大戦中、病院で療養しながらヒッタイト語の研究を進めたんですが、彼はヒッタイト語がインドヨーロッパ語族に属することを発見したんですよ。で、これは言語学的にすごい大きな発見だったらしくて、なぜならそれまで知られていた最古のインドヨーロッパ語よりもさらに古い言語だってこと で、しかもさらなるヒッタイトの言語の研究から、ヒッタイト語はなんと他のインドヨーロッパ語とは別に早い段階で分岐したらしいってことが分かって、もうこれは言語学者たちの間で大きな衝撃が走ったんですよ。私は言語学については全然知識がないんで、あんまその凄さは分かりませんが、きっとすごいことなんだと思いますよ。で、ヒッタイトの首都ハットゥ社の発掘調査でもとても興味深いものがあって、ドイツの考古学者たちが100年以上かけて調査を進めて、でその結果、巨大な城壁や神殿、そして膨大な粘土板文書が発見されることになります。これらによってそのヒッタイトの失われていた姿がどんどん明らかになったんですね。ハッチュ山の遺跡で特に印象的なのがライオンの門って呼ばれる縄文 で、そのライオンの像自体はこれは今でも一応オリジナルのものが残っていて、で遺跡に行けば見れるみたいです。すごいですよね。その縄文はさすがないんですけど、でもその縄文自体はさすが鉄器の国ヒッタイトなだけあって鉄製だったらしくて、もう重々しい扉とライオンの像が並び立つ姿は、まあ、多分当時の世界では訪問者に対しては相当威圧感があったんじゃないですかね。でヒッタイトが滅亡した後、その遺産は周辺地域に受け継がれていくことになります。まあ、特に後のフリギア王国やリディア王国の文化にはヒッタイトの影響が色濃く残ってますね。だから文明は滅んでもその遺産は形を変えて生き続けたということなんですね。例えばフリギア王国の有名な王様ミダス王、ギリシャ神話にも登場して触れるものすべてが金になるっていうミダスタッチ伝説で知られてますが、いやなんじゃそりゃっていう方のためにも簡単に説明すると、ミダス王は強欲な人物で、とあることがきっかけで神様から触ったものが全部金になる能力をもらうんですけど、でその結果食べ物も飲み物も自慢の庭園とかも全部金になってしまって、やっぱこの世で本当に大切なのは金じゃないなと大後悔してしまうっていう、もうそんな話です。実は彼の名前ミダスはヒッタイト語起源なんですよ。だからヒッタイトの影響って意外なところに残ってるんですね。まあ、歴史は一時消えちゃったけど、実は今の世界にもそういうものがまだあるかもなんて考えると、これもなかなかロマンですよね。ということで
ヒッタイトについて語ってきましたが、いかがだったでしょうか。ヒッタイトについてもっと知りたくなった方は、トルコのアンカラにあるアナトリア文明博物館、ここにはヒッタイトの遺物がたくさん展示されてるみたいなんで、機会があればぜひ訪れてみてください。ライオンの像のレプリカもここにあるみたいですね。であとはなんと最近では VR 技術を使ってヒッタイトの首都のハッテ社を再現するプロジェクトも進められてるみたいです。人類の歴史体験もなんだか新時代に突入してきてる感がありますね。ということで今回の話は以上です。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。